大人気漫画ブリーチの黒崎一護といえば主人公なだけに、作中で様々な謎が明かされていきました。実はそんな謎が明かされるにあたって、面白い伏線や描写が事前に散りばめられていたのはご存知でしょうか。そこで今回は黒崎一護や黒崎家にまつわる伏線や面白い描写をまとめて解説していきます。黒崎一護の正体。まず前提として、主人公黒崎一護の正体について見ていきましょう。黒崎一護の一族黒崎家は、母親の黒崎正樹の方が大元の血筋となり、そもそもの黒崎家は純血統のクインシーの一族でした。正樹は両親が亡くなり兄弟がいなかったため、黒崎家の最後の生き残りにあたる存在だったのです。正樹のクインシーとしての実力は高く、特に防御を高めるブルートベーネの力は桁外れだったとされています。作中において約20年前に高校生だった正樹は、当時5番隊副隊長だった愛禅宗介が死神の魂を元に作り出した改造フォローのホワイトと戦い、自身の体をおとりにした戦法で撃破しました。しかしその時受けた傷から、正樹はホワイトに感染させられてしまい、フォローに変貌しかけてしまったのです。そんな正樹の窮地を救ったのが、一護の父親の黒崎一心。一心の正体は、約20年前まで5艇13隊の10番隊隊長だった死神の芝一心であり、かつて5大貴族の一つでもあった芝家の分家に生まれ、朽木ルキアが慕っていた元13番隊副隊長の芝海炎の叔父にあたる存在でした。なので海炎と一護は親戚同士ということになります。なお一心が現世に失踪する事件を起こしたことで、芝家は5大貴族から没落してしまいました。一心はホロー化しかけた正樹を救うために特殊な義眼に入り、正樹のそばでホローを抑え続ける役割を果たすことにしたのです。以上のような経緯から、一心は死神の力を一時的に失うこととなり、現世に失踪する形で正樹と結婚することになりました。そうして二人の間に生まれた子供が黒崎一護であり、父親から死神の力、母親からクインシーの力、母親の中にいたホワイトからフォローの力を受け継いだわけです。一護は第1話で朽木ルキアから死神の力を受け渡してもらう形で死神化していましたが、実はもともと死神の力を宿していた存在だったのでした。以上のような事実を踏まえて、作中に隠されていた伏線を見ていきましょう。黒崎一心の正体。父親の黒崎一心は、登場当初黒崎家で唯一幽霊が見えない存在として扱われていました。一心は正樹を守るために特殊な義眼に入り、その代償として死神の力を失っていたため、本当に霊が見えなくなっていたのだとしても不思議ではありません。ですが実は一心の正体が死神であると明らかになった21巻にて、一心は一護の体の中に入っていたコンの存在に最初から気づいていて、コンが一護に成り代わっていた時は一護と呼んだことは一度もないと明かしていました。つまり一心は一護が死神になったことやコンの存在に最初から気づいていたのだということがわかります。本当は幽霊が見えていたのか、それとも浦原喜助から情報をもらっていたのか、細かい真相は不明ですが、一心がただ者ではないことの伏線はしっかり張られていたと言えるでしょう。芝海炎の存在。芝海炎は元13番隊副隊長であり、朽木ルキアが慕っていた死神です。実はルキアが一護に惹かれた理由は、一護が海炎に似ていたからであり、7巻では朽木ルキアの口から一護について、この子供は奴によく似ていると海炎の名前は出さずに語られていました。この時の白夜のセリフの真相は16巻で芝海炎とルキアの回想シーンが描かれたことで明らかとなります。またその後、一護の父親の黒崎一心が芝家の人間だったことが最終章千年決戦編で明かされ、一護が海炎と似ていた理由は血縁関係があったからだという理由付けもなされました。愛禅の関与。黒崎一護の出生には元5番隊隊長の愛禅宗介が大きく関わっており、かつて愛禅が死神のホロー化の研究の過程で作り出した改造ホローのホワイトが原因となって、正樹と一心が結婚することになりました。なので愛禅はいわば2人の恋のキューピッドであり、彼がいなかったら一護は生まれなかったと言えるでしょう。こういった経緯から愛禅は46巻で一護に、私は君が生まれた時から君のことを知っていると告げていました。この言葉の真相は後に一心と正樹の馴れ初めが語られたことで、一護の出生に愛禅が関与していたことが明らかとなり判明したというわけです。黒崎家の名前。黒崎家のメンバーには名前にも秘密があるという話は有名ですよね。まず主人公のイチゴという名前はフルーツが元ネタであるのと同時に、数字の15が強調された名前となっています。そして数字の15に関しては、イチゴの誕生日が7月15日であり、15歳で初登場したことに加えて、他にも作中で15に関連した描写がいくつか意図的に描かれています。
そのことから、イチゴは15が強調された人物だと言えますが、その15という数字をスペイン語で読み換えると、クインシーによく似た単語であるキンセという単語になりました。なぜスペイン語で読み換えるのかというと、ブリーチの作中において、フォローやアランカル関連の言葉はスペイン語が使われていることが関係しています。要するに、15をフォローを表すスペイン語で読み換えると、クインシーによく似たワードが浮かび上がってくるということで、イチゴの名前はフォローとクインシーの力をどちらも併せ持っていたことを暗示していたのだと言われているのです。なお、作中におけるワードの法則性としては、普通の人間の言葉は日本語、フォローやアランカルの言葉はスペイン語、フルブリンガー関連の言葉は英語、クインシー関連の言葉はドイツ語が使われています。ここで、イチゴの妹であるカリンとユズに関しても、フルーツに置き換えて言い換えをしてみると、フルーツのユズはスペイン語、英語、ドイツ語すべてにおいて変わらず、ユズとなり、フルーツのカリン、バラ科のカリンは、英語で読み換えると、チャイニーズクインシーとなりました。日本語の名称のまま、どの言語でも読み方が変わらないユズは、何の力も持たない、普通の人間であり、カリンは、フルブリンガーを表す英語で読み換えると、クインシーによく似た単語が現れたということで、カリンが、クインシーとフルブリングの力を持っているというふうに受け取れます。要するに、妹はどちらも死神の力は一切持っていないということになりますが、ここで黒崎家の死神化できる男メンバーに注目すると、イチゴと一心と和衣は全員が同じく、一という漢字を名前に冠していました。一方で、イチゴの母親で、クインシーの黒崎正樹には、作という漢字が入っており、子供の名前は、イチゴ、ユズ、カリンといったように、花に関連した名前が使われていますよね。つまり、これらのこともまとめると、イチゴだけは、死神の力とクインシーの力の両方を受け継いでいるから、一という漢字が入っていることに加えて、花に関連した名前になっているということなのではないでしょうか。残月の正体。黒崎イチゴの残白と残月にまつわる伏線は、作中で特に多く貼られていました。前提として、イチゴは死神の力、フォローの力、クインシーの力を持っていて、作中で残月のお師さんとして登場していたキャラは、クインシーの力から由来した存在でしたよね。その姿は、クインシーの始祖であり、ラスボスとなるユーハバッハと一致しています。その事実は、終盤の61巻で語られますが、実はそのことをほのめかす伏線が、いくつも貼られていたのです。まず8巻で、残月のお師さんが自身の名前を名乗った際、伏せ字にされていますが、この部分の文字数が残月ではなく、ユーハバッハにぴったり合ったものとなっています。また、実は作中で、残月のお師さん自身は、自分のことを残月だとは名乗ってなく、イチゴが勝手に残月と叫んでいました。同じく8巻で、残月のお師さんがイチゴに、待機中にある霊視さえも足元に固めれば踏み台にできる。と説明していますが、待機中にある霊視を扱うのは死神ではなくクインシーの特徴です。そしてイチゴはそんな残月のお師さんによって本来の力が抑えられていたことが明かされていますが、6巻では石田雨竜によってイチゴの霊力が常に閉じた状態であり、ピンチになると増大していることが明かされています。13巻でイチゴがザラキケンパチと戦った際には、霊圧が上昇する際に本来の残月と呼べる存在であるイチゴの中に宿ったフォローの仮面の形が描かれていました。このように、残月のお師さんと、イチゴの中に宿る、フォローの正体についての伏線は、至るところに貼られていたのですが、もう一つ面白い描写があります。イチゴの内なる世界。イチゴは、残白刀の残月と対話をする際、内なる世界と呼ばれる、精神世界にやってきていました。そしてその世界は、縦横の方向が、おかしな世界になっているのですが、そこでイチゴが、俺の心の中ってのは、この縦横でたらめなのが普通の状態ってことか？と質問すると、残月は堂々の無視をしていました。ここで重要なのが、イチゴの心の中の世界は、縦横がデタラメであるということです。実は、イチゴが58巻で、ユーハバッハと敵対した際、なぜかイチゴの姿が、斜め横の方向で描かれていました。そして、残月のお師さんの正体が、クインシーの始祖、ユーハバッハの力から由来したものであることが明かされた、61巻に注目すると、表紙には、ちょうどイチゴとついをなすかのような方向を向いた、残月が描かれています。また、61巻のエピソード内で、イチゴは、ユーハバッハと敵対した時のことを回想して、ずっと考えないようにしてた。初めてあいつと対峙した時、あそこに呼び寄せられたような気がしたんだ、と言っていました。つまり、58巻で、イチゴの姿が、不自然に斜めの方向で描かれていたのは、ユーハバッハと対峙したことで、残月のお師さんが作り出した、縦横がデタラメの、内なる世界に呼び寄せられていたからだったのです。完全な横向きではなく、斜めの方向で描かれているのは、縦横がデタラメな世界に、呼び寄せられている様子を表しているからなのでしょう。要するに、イチゴの姿が横向きで描かれた、58巻のシーンは、イチゴの力が、ユーハバッハに由来したものであることを暗示していた描写であり、イチゴの心の中の
世界を縦横でたらめにしていたのはクインシーの力である残月のおっさんのせいだったというわけでした。このシーンは特にブリーチのおしゃれぶりがうかがえる描写ですよね。今回は以上となりますが、他にも皆さんが知ってる面白い描写がありましたら、ぜひコメントしていってください。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。